会長先生、ご法話です。会長、法話。なぜ、苦しみが絶えないのか。2話の日光。立証構生会会長。苦と苦しみの違い。 大きな苦しみを抱えたり、苦労を重ねたりすることを、宿泊するなどと言いますが、この宿泊が仏教の言葉であることはよく知られています。この世に生まれ、老い、病んで、やがて死を迎える。この 生老病死が宿で、それに愛する者と別れる苦愛別理苦憎い人や嫌なものに遭う苦温蔵へ苦求める者が得られない苦愚ふ得苦と、それら全体をまとめて表現した 心身の働きによって生ずる句、ご運んじを加えた八クが人間が背負っている苦と教えています。シャクソンはしかしこの句を今私たちが一般的に使う苦しく辛いことという意味で示されたわけではなさそうです。 句の語源は、思い通りにならないことを意味する、ドゥッカという言葉ですから、さきのハックはどれも、自分にはどうすることもできないことを示しています。ところが、それを何とかしたいと望み、そのことにとらわれて諦めきれないと、心に、 嫌だとか辛いといった感情が起こってきます。その時苦は心身を苛なむ苦しみに変わるのです。このような苦しみの絶えない人間の様子を、法華経では、生死の剣道に行って相続して苦絶えず、 深く語欲に弱すること、名語の王、愛するがごとし、方便本と言っています。欲に囚われているから、苦しみが絶えない、ととき、さらには、深く諸々の邪剣に言って、苦を持って苦を捨てんと欲す、とあるように、 思い通りにならない事実を受け入れることができないために苛立ち、悪せくして苦しみを深くする私たちの心のありようを戒めるのです。苦は知恵の湧く泉。私たちの周りでも、例えば、 借金返済の苦しみから逃れようとして、さらによそから借金を重ねるといった人の話を耳にします。まさに、苦を持って苦を捨てんと欲すで、それではいつまで経っても苦しみはなくなりません。採用保しは、懲りもせず、 浮世の闇に迷うかな。身を思わぬは心なりけり、と嘆き、欲望にとらわれ、振り回されて苦しむ私たちに、どうしていつまでも大事なことに気づかず、心を改めないのだろう、と投げかけています。その大事なこととは、直面した苦。 を苦しみへと増長させるのではなくて、苦との出会いは知恵に目覚めるチャンスでもあると気づくことです。苦しみや悲しみ、怒りや辛さにもつながる苦も、そこに感情を交えなければ無期。つまり善でも悪でもないのですから、 それをどのように受け止め、制御するかで、その後の人生に大きな違いが生まれてきます。前にもご紹介した話ですが、ある方は、数千万円の借金を背負う中で、この苦しみは、私に必要あって与えられた試練と受け止め、 そう考えると、この状況が苦しみではなく楽しみともなると爽やかに言われました。苦から逃げずに、それをそのまま受け入れる覚悟ができると、その苦は知恵の湧き出る泉ともなります。 私たちが本来持っている知恵が働き出すには、苦が必要だったと受け取れば、苦は楽しみに向かう大切な道しるべとなり、その苦も抜き去られるのです。これが苦があっても苦しまない生き方と言えるでしょう。 そしてそのことを仏教では死体の訪問など数々の教えで伝えています。ただ、それらを学んでも私たちはいざ苦に出会うと悩み苦しむのですが、それでもいいと思うのです。苦しい思いをしなければ、 仏様の教えという幸せにつながる道を歩んでいないかもしれないのですから。以上で、厚生令和元年5月号、会長先生ご法話の朗読を終了させていただきます。